This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイ政府観光庁は天文研究所と協力して観光促進プロジェクトを実施します。タマサード大学は政府機関と再生可能エネルギーについて共同研究を行っています。マリット外務大臣はマレーシアでタイの民間企業と面談しました。カセサート大学は香港理工大学の訪問を歓迎し、両大学の教育協力の機会について議論しました。それではまず、はじめのニュースです。タイ政府観光庁は天文研究所と協力して観光促進プロジェクトを実施します。タイ政府観光庁とタイ国立天文研究所は、天文観測の観光を促進するアメージングダークスカイインタイランドプロジェクトを立ち上げました。全国18カ所の星を観察できる場所のリストを公開するとともに、そのエリアにプレートを贈呈し、星空の美しさを体験したい観光客に新たな旅行トレンドを提案していきます。タイ政府観光庁の国内マーケティング担当、サルムディ副長官は、今回3回目となるアメージングダークスカイインタイランドプロジェクトは、タイ国立天文研究所の協力のもと、星空を楽しみたい観光客向けに進められていると述べています。これは新たな次元の観光体験、体験型観光を提供する観光商品の一つとして支援するものです。タイ政府観光庁は、天文学に興味のある人、星空観察が好きな人、一般観光客など質の高いターゲットグループに働きかけ、自然の中で幸せを味わい、タイの空の美しさを体験し、天文学について学ぶ旅を提供するため、広報活動も行っています。日食、月食、流星群などの天文現象を観察したり、毎月現れる星座や星の美しさに触れるだけではなく、天文学の知識も得ることができる旅となります。タイ国立天文研究所のサラン所長は、当局は国の天文学機関であり、関連技術の開発者でもある、学術サービスの提供、学習イノベーションの創出、生涯学習を支援するなども大切な職務の一つだと説明しています。同研究所は2020年から、光の害の影響に対する社会の意識を高め、空の暗さを保全し、省エネや照明行動の調整を重視し、ダークスカイ保護プロジェクトをタイで実施しています。2022年から2023年にかけ、タイ国内に30カ所のダークスカイ保護区が設けられています。
ダークスカイ保護区は天文学への関心を高めるための試験的なエリアであり、創造的な観光を刺激し、観光客のための天文観測観光スポットとして、またアマチュア天文家のための撮影スポットとして宣伝されています。ダークスカイ保護区は、ダークスカイパーク、ダークスカイコミュニティ、ダークスカイプロパティ、ダークスカイサバーブの4つのカテゴリーに分けて活動が行われています。次のニュースです。多摩サート大学は政府機関と再生可能エネルギーについて共同研究を行っています。多摩サート大学は高等教育科学研究イノベーション賞、国家科学技術開発賞とともに再生可能エネルギーに向け共同研究を進める方針で、バイオテクノロジー、食品技術、コンピューター・エレクトロニクス、金属・材料技術、エネルギー・ナノ・テクノロジーの分野で、再生可能エネルギー技術と持続可能性のためのイノベーションを研究・開発するための協力協定を締結しました。燃料中のエタノールを分析する測定システム開発プロジェクトでは、高等教育科学研究イノベーション賞のタナサック博士がリーダーとなり、奨学金も設けられる予定です。多摩サート大学の食品科学技術講師であるアワンウェイ助教授がリーダーを務めるプロジェクトでは、コーヒーの生成工程からの廃棄物に付加価値をつける研究プロジェクトが開始されています。さらに、ポートとガソリンスタンド内のレストランから出る食品廃棄物処理に関する研究開発、カフェアマゾンのコーヒー品質開発など、3つの機関は様々な分野での研究開発に高い関心を寄せています。ポートとオイル&リテールビジネス社はすでに、ガソリンスタンドのレストランから出る食品廃棄物の処理に関する研究開発を行っています。今回の提携について、石油製品や新エネルギーに関する研究を含むシームレスモビリティの研究、スマートセンサーやスマートグリッドなどの開発の生活への応用研究、廃棄物管理や循環型経済を中心とした環境に関する研究に重点を置き、社会とともに持続可能なビジネスの成長を促進していくものと期待されています。次のニュースです。マリット外務大臣はマレーシアでタイの民間企業と面談しました。マリット外務大臣はマレーシアのクアラルンプールでタイ大使館職員とタイ民間企業と会談し、タイ・マレーシア経済協力を推進する方針を伝えました。今回、マリット外務大臣は第15回タイ・マレーシア二国間協議合同委員会および第6回タイ・マレーシア国境地域共同開発戦略委員会会合の共同議長を務めるため、マレーシアを訪問しました。面談では、国境開発、観光、接続性、タイ人労働者のケア、貿易・投資促進について協議され、両国の首相が合意した協力事項に焦点が当てられました。マリット外務大臣は、経済分野におけるタイ外交の今後の方向性について指針を示し、マレーシアのタイ民間企業との意見交換も行いました。また参加したタイ・マレーシア二国間の協力会議では、積極的な経済外交政策の実施、タイ国民の利益の保護、地域及び国際的な役割の促進などについて話し合われました。マレーシアの各事務所やタイ企業のトップとも意見交換を行い、タイ政府はビジネスや投資の促進、タイ経済への信頼構築に向けて努力することを約束しました。次のニュースです。カセサート大学は香港理工大学の訪問を歓迎し、両大学の教育協力の機会について議論しました。香港理工大学のベン・ヤング副学長がカセサート大学を訪問し、チャマイパック副学長と教育の協力について話し合いました。チャマイパック副学長はカセサート大学の紹介ビデオを上映するとともに歓迎のスピーチを行いました。会議では両大学の代表者が参加し、関心分野での協力や機会について話し合いました。ベン副学長は香港理工大学の概要と今回の訪問の目的を紹介し、教育、研究、協力の拡大や交流について議論しました。香港理工大学は、
タイの大学と研究協力を行っており、2プラス2ジョイントプログラム、ダブルディグリープログラム、交換留学生プログラムなど幅広い協力に関心を示しています。今回の会議では、学術協力協定締結の方針など、今後の具体的な協力の詳細についても協議されました。香港理工大学は香港の有名な大学であり、QS 世界大学ランキング2025で57位、ザ・世界大学ランキング2024では87位にランクされている名門校です。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイ政府観光庁は天文研究所と協力して観光促進プロジェクトを実施します。タマサート大学は政府機関と再生可能エネルギーについて共同研究を行っています。マリット外務大臣はマレーシアでタイの民間企業と面談しました。カセサート大学は香港理工大学の訪問を歓迎し、両大学の教育協力の機会について議論しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。ไม่ค่อยจะมั่นใจแต่อย่าเพิ่งคิดว่าอะไรไม่ดีตรงที่เรายืนมันยังไม่สวยสักเท่าไรจะพยายามให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีเวทมนต์จะเสกอะไรให้ดีสักอย่างแต่ขอแค่เธอยังอยู่ข้างๆคือสิ่งสำคัญの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.